こんばんばはどんちゃんねるです、えー、っと今日ちょっとねあの話題提供ということであの例の怪しげな通販サイト TEMTEMU の TEM で自分3回目の購入なんですねで今日夕方届いたのがあるんでこれちょっと、ね、実際大丈夫かなと思いながら買った商品がどうだったかとかいうことをネタに喋りたいと思います うん、まずねあのスタジャンっぽいやつがさ結構安い値段で売れてるんですよねでまあ実際さ買ってみないと生地とかわかんないでしょでこれついたんで着てみるけどよいしょ、うん、結構ね最近自分筋トレやってるんで脅威が増えてるんでちょっとちょっとパツパツ気味ではあるんだけど ちょ,ちょうど肩幅もいい感じかなっていう感じですよね。うん。うん、なんか一応ねあのちょっとちょっと実際まあこれがあの紫外線が当たる日差しの中で見たらどうかわかんないんだけど結構ちゃんとした商品こんなん,なんか2,000円ぐらいで買っていいのかなみたいな商品でございますね。うんうん まあこれはこれでね納得買ってよかったなみたいなお値段以上なんとかですねそれであの夏場自転車乗る時に日差し受けでユニクロから買ったジャケットを着てたんだけどちょっともう何て言うのく黒,黒が脱色してさなんかもう日差しで変色してしまって見てもらえなくなったんでちょっともう一枚ね夏場にこう。 ちゃんと着れるやつを買っとこうと思ってちょっと薄手のジャケットをね買ったんですよねジャケットというかこれちょっとジャージみたいな感じもするやつなんやけどよしょこれ,これもいいでしょう自分はわりかしこうスリムにピチって着れるやつが好きなんだけどはい中国製だからといっていしょチャックもちゃんと閉まりますよと これぐらいかなシャッシャッシャッとね。うん。こうやってまあね、シャカシャカこうは。着て歩いても、まあ、いいんじゃないかと。えっとね、あと、なんかね、送料無料だから、まとめてちょっと買いたくなるんですよね。ティムの通販ってね。ほんで、買ったのが、えー、っと、これ。あの、ベルトに取り付けるやつね、これ。なんか小物とかをこのポケットに入れるやつなんだけど、 自分は何を入れたかというと、この前ほら、あの、D 色携帯買ったでしょ、これ。楽天のシムを入れて一応ちゃんと使えるやつ。うん。で、これを、あ、こう、こう向けらんでかんね。これを、こう入れて、蓋をして、まあ、これ蓋ちゃんと閉まるんで、ベルト通せばいいかなと。うん これも、なんか何百円かで買ったんだよね。うん。で、トータルで5千何百円かなってたのは、あの、あと別に、メン、メンズ、雨靴を買ってたんですよ。で、それ、前買った靴がさ、ちょっとサイズが色々問題があって、結局、CN、中国の企画でいう41番四十一 サイズだったら OK かなって自分の頭の中あったんで、じゃあ、まあ、今回も41ね、な、雨靴がまあブカブカやったら嫌でしょうん。そしたらさ、実は履いてみたらキツキツでさ、あ、これ入らんやんと思って、これ、もうす、もう初めてき、初めてあの、ティムで今日返、返品作業やったんだけど、一応、注文、自分が注文したリストをポチッとすると、 まあ、今日届いたやつのリストが出て返品するのはどれですかみたいな形になってこれ返品します返品理由は、まあ、サイズが合いませんでしたっていうので実はその勤務から送られてくる商品ってさいくついかのバーコードがついてるんですよねあの梱包してある袋とかにでそのバーコードを一緒に梱包して送り返してくださいということで、まあ、佐川さんが週間に来てくれる日時も設定できるんやけど 一応、えっと、中に、この靴のバーコードを一緒に入れる形で梱包して、佐川さんに来てもらって、えっと、えっと、返品の荷札は佐川さんが持ってこられるんで、パッキングまでして待っていてくださいっていうことで、一応今日手続きは終わってるんですけど、 まあ今度の日曜日はね一応午前中家にいるんで一応今度の日曜日の午前中に佐川さんに収穫お願いっていうことになってますみたいなねでちゃんと、まあ、1700円で買った分はクレジット返金になりますっていうふうに書いてあったんでまあちゃんと返金されるかなっていうのもねチェックしてまあティムさんとはちょっとまあなんかいろいろ面白い商品もね目につくんでねうん,なんか ついつい買っちゃうのかなみたいな感じですね。うん、はい。まあ、あの、なんか最近、ティムの広告ってよく見るでしょなんか Google で載ってきたりさ、いろんなサイトでね、もうすぐ売り切れそうです。これ何百、何千千何百円かです、みたいなね。で、ティムのアプリをスマホに入れた人は初回特別割引ですとかさ、なんか、 チムがね、今構成かけてきてるもんね。うん。まあまあ、安いっちゃ安い,いんでね。あ、試しに買ってみようかなみたいな。で、来るまでにちょっと一週間ぐらい、く、時間かかるんで、その一週間の間ちょっと焼きも焼き,きもきするっていうのもちょっと楽しめるんですよね。あ、そろそろ日本に入ってきたかなみたいな。<laughs> そろそろ、なんとか営業所まで来たかなみたいな。うん。まあ、そういうことでね。チムさんとも最近はお付き合いをしております。 はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。